第2回ティアラあるある、イエーイ。ザリガリ、どうもザリガリでーす。はい、ということでね、いつぶりだろう、半年前くらいにキンプリタンであるティアラに関するあるあるを動画にしたんすよ。でその時すごい反響が良くて、ぜひ第2弾やってくれ、インスタフォローするから第2弾やってくれっていう声があったので、今日はね第2回ティアラあるあるやっていこうと思います。ちなみにこの動画を見てくださってるのがキンプリタン以外の方もねいらっしゃるので、今後はね別のジャニーズもちょっとあるあるやっていこうかなと思いますので、お楽しみにしてください。それではティアラあるあるやっていこう。お店で王冠見つけたら買いがち。これマジあるある。ダイソー行ってもビエバン行ってもスリーコインズ行っても、あ、王冠ってなるね。永瀬廉をしてる人大体美人。これガチです。もう一回言うよ、これガチです。よくインスタの方に DM をいただくことがあるんだけど、廉くん担当の方こうしっかりこう見て、こうやってこうやって見るともう全員美人。よかったらはい、居酒屋でも行きます。平野を平野と呼んでしまう。これもつくし平野は平野翔やからな。メンバーのこと動物扱いしがち。翔くんはゴリラ、岸くんは猿、仁くんはチンパンジー。これティアラあるあるなんですけども、猿、ゴリラ、チンパンジーが岸、平野神宮寺。平野タンは教科書に平野見つけるとマーカー引きがち。そうなんすか。やばいじゃん。じゃあ、地理の授業で平野が出てくるときも、教科書気持ち悪いことになるで。いや、むしろ関東とかつくしとかの方が大事だろ。友達に教科書貸して帰ってきたら、平野、なやこいつってなるで。授業で名言出てきすぎ。反応しちゃうじゃんよ。はい、それでは今日の実験ではね、沈殿、電沈、電沈、岸くんの電沈。G孫のビジネス不仲がめちゃくちゃ好き。バイ、高橋海人さん。これはもうさ、いつになってもあそこはさ、なんか喧嘩始めるじゃん。なんだよ、お前やんじゃねえよとか言ってるけど、もう始まった瞬間に岸タンとカイちゃんタンとは、キンプリの話になると止まらない。え、今日の給食ご飯じゃん。白米、永瀬廉の話していい？練習、連絡、恋愛、鍛錬、もうすべて廉。いや、これはどうなのかなと思ったけどさ、たまに騎士官あるっていう単語使うやん。見たことあるな、それみたいなあるじゃん。騎士官やん、これもう。よく反応しちゃう。これはもう全オタクあるある。車のナンバーで何話とかあったら、何話男子ってなるからな。高橋さんじゃなくてもみんな、ジョン茅ヶ崎大好き、これ。レン君の庭ラジでジョン茅ヶ崎が来た時、来たーってなるよな。学校でキンプリの曲流れたら叫んじゃう。恋降る月夜に君を思う。周りのものが面から、これガチそれ。まあ、キンプリターに限らないんだけど、ちょっと待って。実はザリガニは結構ね、毛が濃いんですよ。そこそこ毛が濃くて、脱毛クリーム買おうと思って買ったの。紫。教えてよ、乱用する。やっばー。テスト範囲なんだっけ？ねえねえ、テスト範囲教えて。え、ザリコちゃん好きな子できたの？名前教え。ティアラ、おもれえ女多いな。これ。おもれえ女。お猿のジョージ見てると全部岸くんに見えちゃう。岸くんめちゃめちゃゲーセンにおんのよ。永瀬の腰振りガン見。キモいな俺。常に金欠。グッズは可愛いわ、セブンとコラボするわ、薬局行かなきゃダメだわ、任天堂のゲーム買わなきゃダメだわ。でもお金がないけど幸せは買ってます。キンプリみんな面白いから丸々寄りのオールターンになりがち。これあるあるだと思うわ。俺も最初岸くんだけだったんだけど、なんだよ G 孫の船か、なんだよもう一人天然おるやん、なんだよレン君岸くん大好きやん、なんだよジン君足細ってなるからな。新曲出たらイワチも一緒に踊ってほしかったって思う。それなぁ。イワチがここにいたらどんな感じなんだろうってなるのよなぁ。でもイワチ初シングルおめでとう。教科書で平野とか海岸とか見つけたら即ハート、即ハート。あ、リアス式海岸キュンです。先生見てみてキュンです。キングヌーが一瞬キング&プリンスに見える。今週の M ステはなんとゲストキング、キングプリンス、キング&プリンスヌーヌー。黒じゃないの、漆黒なの。レン君の面からは黒じゃない、質の濃くで、しつこく。もう覚えてくんないならしつこく言っちゃうぞ。
急にキンプリがテレビとか CM とかに出てくると静かにしてっていう。なんか今日のテレビ全然岸くん出ないなぁ。あ、じゃあ静かに黙れ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 勝ちで、うーってなるからな。もうなんならこれはね、キンプリタンに限らず、ジャニオタはね、例えばシンデレラガールだったら、君はの木が出てきた瞬間に、ってなるからな。木って打つと、キンプリが変換の一番最初に出てくる、これな。キンプリって打つと次の候補にしか勝たんが出てくるな。でもこれ翔くんに嫌われちゃうから気ぃつけ。美人さんが多い。ありがとう。手洗おうが、ティアラ王に聞こえる。お母さん世代が多い。これ結構あるんすよ。俺の動画の視聴者さんも、学生さんが 40% ぐらいで、60% くらいはね、主婦の方々なの。意外でしょ？面から友達に教え込む。うん。Repeat after me, please. 漆黒。うん。Great. 濃いピンク。ターコイズブルー。デライト。びっくりマーク多くやりがち、これ。岸くんのブログもう半分以上びっくりマークだからな。なんと今日はびっくり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 、雲がいました、びっくりびっくりびっくり。イワチとキンプリのつながりに敏感。キンプリが何かした時のイワチのインスタの投稿がもう匂わせプンプンで、もう豚。癖が強い、そうなん。確かにあの、キンプリの舞台に行くと、歯抜けじじいとか多いからな。癖強いファン多いからな。うんうんうん。飽き性の自分でも同じテレビ見れる。これマジそうなのよ。同じ番組ずっとこう、もうエンリピ。特にあの、マシュマロキャッチをする時の翔くんのあの音、カッっていうところすごい好き。学校の男子は全員ジャガイモ。もう、キンプリ以外は全員芋や。お前はトロロ芋。お前はジャガイモ。お前はサツマイモや。しばくでこら。はい、ということで今日はね、ティアラあるあるをやっていきました。もう全部あるあるだし、読めなかったコメントもたくさんあるんだけど、もうすごく最高でした。気持ちがいい回でございました。動画の冒頭にも言ったんだけどね、今後はね、他のジャニーズのファンの方のあるあるもやっていこうかなと思いますので、インスタだったりツイッターフォローして待っててください。ということで今日の動画でした。こんな感じで普段は、キンプリに関することやジャニーズに関すること、オタクに関することを動画にしておりまして、おすすめ動画いっぱいありますので、ぜひ見てみてください。そしてこのチャンネル以外にも Twitter、Instagram、TikTok、ポコチャもやっておりますので、よかったらフォローよろしくお願いします。チャンネル登録が励みになりますので、ぜひオタクの皆さん、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ということで今日のザリガナでした。まで、バイバーイ。